はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあいきなりリミットレギュレーションが発表になりました。早いですね。なんか KC カップ一昨日くらいに終わった記憶ありますけども今回早いですね。決めてましたね完全に。これね、もうこれ規制するって次のリミット発表で、おそらく今回の、まあ、結果を見てから決めてるんじゃなくて、これもともとこれ決めてんじゃねえかなみたいな速度で、あまりにも早い速度で俺じゃなきゃ見逃しちゃうみたいな速度で発表になりましたけれども、まあ、今回はちょっとリミットレギュレーション見ていきましょう。はい。で、リミットにとりあえず全部見ていくんですけど、まず最初にね、スワローズネスト、セベルの魔導書がリミット2、これスワローズネストはもともと0だったんで、まあ、リミット入り、セベルももともとなかったんだっけ、ね、これリミット2入りと。で、レビオニアは、リミット3に入りました。ライデンリュウが入りました。ゲーテが入りました。はい、いう感じですね。うん、ここはちょっと後でやろう。で、リミット解除、ガガシスターとコアキメールの、降格っていう。はい、コアキメール帰ってきましたねコアキメールの話も後でしますけど、これかなり強くなりました。はい。で、まずはリミット2のカードから、お話をしていくんですが、あ、細かいね、あのテキストで書いてあるのはあのディスコードに貼ってあるんで、よかったらディスコードから見てください。で、スワローズネスト、はい、これね、あ、じゃあ一応文章か。このカードによってハーピーデッキの安定性と展開力が大きく向上しており、環境の固定化の一因となっているため制限いたします。うん、まあ、言ってることは分かんないけど、どっちかっていうと安定性と展開力というか、結局相手のその除去を避けれるのが強いんだよね、このカードって。例えば、まあ、チャネラー召喚で狩場発動にチェーンして月の書を打っても、結局その相手がスワローズネスト持ってたら、チャネラーリリースしてチャネラー出せるみたいなことがあるんでね。だから相手の除去を避けれるから結構強かったんですけど、このスワローズネストって、まあ、これが非常にしづらくなるっていうことですね。で、結論から言うと、そんなにはハーピー弱くはならないとは思う。結論から言うとね、俺の考えだけど、これは結局スワローズネストで一応余計にくくはなるんですけど、スキルがまだ生きてますし、そもそも論カリバっていう最強スキルが、であとあれモンスターチャネラーとかパフューマーとかもう一切リミットかかってないんで、だからまあ全然まだね戦えると思いますね。で、じゃあ何ができなくなるかっていうと、逃げにくくなるんですよ。例えばまあハーピーに高校を取られてしまったとしても、これからは先行で例えば月の書とか、まあ底なしとかをセットしたとしましょう。で、相手がチャネラー召喚って言ってきた時にネストがないんで、そこに月の書とか硬化を当ててあげれば、硬化じゃねえや、底なしとかを当ててあげれば、相手の狩り場で一応自分のバックも割られるけど、相手のモンスターを、まあ、埋めてシンクロ召喚、要は SC ですね、スクラッチクラッシュにアクセスがしづらくなるんじゃないかなとは思います。はい、まあ、そこで多分ね、ハーピー側は多分スワローズネスの代用枠として、まあ、禁じられた清空とか、サイクロンとか、まあ、そういう系のカードとか、普通に展開を妨害するカード、トラップカード、まあ、デモンズチェーンやら、ブレイクスルースキルやら、そういうカードが入ってくるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、言うてその SC への着地はちょっとしづらくはなるんじゃないかなと思うし、あとはキル能力もね、しづらくというか弱くなると思うんで、マスクチェンジみたいなことできるからさ、これなんで、まあ、そういうのはできなくはなるとは思います。だからちょっともちろん弱くはなる、弱くは妨害には弱くはなるが、結局そのスキルが生きてるし、パーツが生きてるからまだ大丈夫だよっていう、そんな感じですね。だから多分ハーピーはまだ全然死んでおりませんといったところですね。はい。で、セベルの魔導書、これはね、ちょっとなんか魔導書リミット3にもあるんだけど、これゲートの魔導書がこれもともと確かゲートの魔導書がリミット2だったんで、これがリミット3になって、でこっちがリミット2になるみたいな感じの動きなんだけど、ちょっと何がしてんだろう。なんか魔導書新規来んのかな、ルドラの魔導書とか来んのかな、ちょっとわかんないんだけど、なんか強化するつもりなのかなんか知らんけど、一応文章はゲーテの魔導書の制限を緩和する代わりに、魔導書デッキにおいて採用率が高く3枚採用率が低いこのカードを制限しますって書いてあるんですけどね。はい。で、ゲーテの魔導書の先やっちゃうけど、非常に強力なカードですが、魔導書デッキの採用率の低下を考慮して制限を緩和しますと。もう誰も使ってませんからね会いました、皆さん。リンクスやってて、僕の動画リンクスやってない人も結構見てると思うんで、まあ一応説明しておくと、もう今ランク戦全然魔導書使いいないんですよ。マジで合わない。うん、俺ここ半年くらい会ってないね。うん、魔導書っていうカード使われたことがないこの半年以上。一応やってるけどリンクスだから、まあ採用率が低すぎるから、まあ一応解除して様子見ながら
やっていくんでしょうね、多分ね。まあ強化来るかは知らんけど、まあ、ゲーテの魔導書は明らかに強いことは書いてあるんで、この3枚除外した時のね、相手フィード上のカードを1枚選んでゲームから除外するっていうやべえこと書いてあるんで、この選んで除外ですよ。はい、これはさすがに強いから、まあ発動できればね、もちろん強いんだけど、ただちょっとサイクロン環境がすごすぎて、今サイクロンをサーチするスキルもあるんでね、今もはやリンクスってのはなんか時計塔っていうヒーローのデッキがあって、サイクロンをサーチしたりしてくるんですけど、まあなかなか2枚3枚くらいは普通サイクロン入ってるような環境なんで、ちょっとね、魔導書にとっては、まあその1伏せとかだとサイクロンで破壊されて何も意味ないみたいな感じになっちゃうので、どうなのかなっていうのはあるよね、うん、まあでもまあサーチができるので魔導書の方は、だからまあ安定感といえば安定感は高いかなと思うんで、まあちょっとまたデッキは作って試してみようかなとは思います。で、リミット3ですね。はい、リミット3、レビオニア君と、ライデン竜とサンダードラゴンに関してなんですがレビオニア君、このモンスターの効果を発動するだけで勝利に大きく近づくことができるため、相性の良いカードと合わせて制限しますっていうことで、はい、相性が良いカードっていうのはこれですね。はい、サンダードラゴンデッキで採用できるリミット3のカードの枚数を抑えるため制限しますということで、こいつちなみに何回目の規制か知ってます？ライデン竜サンダードラゴンさん、実はね、もうね、3回目の規制、もう3回って言っていいのかな、3回目なんですよ、このリミット発表に顔をつなげるのが、はい、この人問題児っていうわけじゃないと思うんだけどな、まあ、こいつが強すぎる結果みたいな感じなんだけど、ライデン竜はそもそもリミット3だったんですよ。リミット3で封印の黄金室と一緒にリミット3に入れられてたんですけども、まあ、それがリミット解除なぜかされて、で封印の黄金室がリミット2に行って、で今回リミット3になるっていう、なんかお前何がしてんだみたいな感じなんですよね。うん、なんかわからんこいつの斎藤国はなんか多すぎる気はする。で結局なんかサンダードラゴンって、もちろんサンダードラゴンめちゃくちゃ弱くなります。はい、めちゃくちゃ弱くなります。サンダードラゴンはめちゃくちゃ弱くなるんですけど、これ何が強かったかっていうと、結局その根源竜レビオニアっていう、なんかこの頭おかしいやつが、こいつがガチで犯罪者だったんですよ、サンダードラゴンデッキ以外にもね。うん、俺これ入れたカオスソルジャーデッキとかで今回の KC ファーストを突破したんで、まあその動画いつ出るか分かんないんだけど、このレビオニア君がマジで強かったんで、まあちょっとこっちと合わせてリミットするのは分かるけど、ちょっとこいつのパワー高すぎ問題は発生してるなっていうのは思いますね。はい、でサンダードラゴンデッキのリミット3枠はベイルとか、ベイル、レビオニア、ライデン竜、サンダードラゴン、まあ底なし落とし穴コズミックサイクロンみたいな感じの、まあ枠だと思うんですけど、まあこの中から何を採用するかって言われると、さすがにライデン竜と、まあレビオニアかなとは思うんで、まあ結局そのサンダードラゴンデッキって言いながら強いモンスターはレビオニアだったんでなんでレビオニア入れないっていうサンダードラゴンはさすがに弱いと思うんですよね。まあ一応まあ新規ロジックとかはあるんだけど、まあさすがにレビオニア強いから、だからまあ多分ベイルが入りにくくなるかな、これからは。ベイルが採用されにくい、多分ライデン竜と、まあ、根源竜を、まあ、2枚1枚やら、まあ、1枚2枚やら、もうもはやライデン竜抜いてる、根源竜だけ入れるみたいな構築もあるのかもしれないけど、分かんないけど、まあ、そういうなんかそのバランスの構築になっていくんじゃないかなとは思いますね。はい、もう何回も言いますけど、こいつがガチで犯罪者なんで、うん、めちゃくちゃ強いんでこいつが、とにかくレビオニアが強い、うん、でゲーテですね、ゲーテさっきやりましたから飛ばしましょう。で、リミット解除ですね。リミット解除。リミット解除は、ガガガシスターと小脇メールの降格。ガガガシスターは、スキルオノマトランスが下方修正されたこともあり、現環境においては許容できる強さであると判断し、制限を解除しますと。マジで誰一人使ってない。ガガガ。っていうか、なんだろう、オノマトランス。オノマトデッキ？マジで誰一人会いました、皆さん。今9月の末くらいに規制が発表されて、あのオノマトランスがね、下方修正されますよっていう話があったんですけども、もうそこからマジで見ない、誰も使ってない、ランク戦で会うことほとんどないでしょ。だから、まあ、これシスターが3積みできるっていうことをね、ちょっと強くなるんですよね。結局こいつがいることによってランク6を立てやすくなるんですよ。でリンクスっていうのは今何が強いかっていうと、ランク6がめちゃくちゃ強いんですよね。バウンサーとか、トレミスとか、あと、ライノセバスとか、ああいうランク6のモンスターがめちゃくちゃ強いんで、ランク6が立てやすくなるんですよ、ガガガシスター3積みできるってことは。まあ、要はドローとか、まあ、ガガガウィンド、ガガガボルトとかを、まあ、組み合わせてね、いろんなことができるんで、シスター3積みして、オノマトデッキ組めば、意外とランク6立てれるってことは、多分ね、ちょっと強くなってくるんだよね、復活できるんだよね、ある程度。だから、まあ、多分デュエルキング程度だったらいけんじゃないかなと思うんだけど、俺、脳内では。
まあ、ちょっとまたデッキ作ってやってみますけど、まあ、あのオノマト使ってて好きだったよっていう方はちょっと一回あの復帰を考えていただきたいなというふうに思ってます。はい、多分結構強いです。で、小脇メインの効果、これがマジで強いですねこれ急に解除されましたけど、これでこれ多分結構強い。あの小脇メール現環境においては許容できる強さであると判断して制限を解除しますって書いてあるんですけど、これもともとリミット2だったんですよ、小脇メールの効果って。ってことはですよ、小脇メールデッキから、まあ、狡猾やら、エネコンやら巡りやらなんかそういうリミット2のカードが飛んでくることがなかったんですけど、今まではこれがリミット3になることによって、あ、リミット0になることによって、リミット解除か、リミット解除になることによって、狡猾図とかが飛んでくるんですよね、小脇メールのデッキから。だから普通に強いです。はい、普通に狡猾図が入れられるだけでめっちゃ強いんで、なんなら小脇メール、この今の現状のリミットで KC ファースト今回突破してた人いたんで、 KC ファーストステージを小脇メール突破しましたみたいな方いたんですよ。だから今でもそこそこ強いんで、さすがに解除されたらめっちゃ強くなると思います。だから今回いろいろくっちゃべってきましたけど、私が一番注目しているのは小脇メールのデッキですね最重要、注目デッキは小脇メールの広角を使った小脇メールデッキ、これが多分ある程度強くなってくるんで、なんとか環境に押し上げていこうというふうに思っています。はい、以上です。皆さんもね、どう思ったか感想を書いていただければと思うんですが、まあ、一応まとめておくと、ハーピーは多分まだいける。でゲーテがちょっと復活で、サンドラがちょっと、まあ、だいぶ弱いくなったで、ガガガと小脇メールが復活なんで、まあ、結構復活が多いですね。環境ちょっと強くなるデッキが多いんで、まあ、サンドラ使いだけ落ちって感じ、ドンマイって感じだから、まあ、そんな感じの、リミットでした。はい、以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。